マンションの1階に併設する当駅、高谷駅は千葉県松戸市新松戸にある流鉄流山線の駅である。駅番号は RN2。新松戸駅と事実上の相互乗り換え駅。一節前の当駅と流山業務派線101。写真左上の河川柱は国鉄武蔵野線へ通じる馬橋線当時の地名である高谷を冠した。対して、 JR の新松戸駅の所在地は松戸市高谷であり、両駅の地名と駅名が逆転している。開業当時新松戸駅の設置は、愚か新松戸の住宅地開発も行われておらず、当駅が高谷集落の最寄り駅であった。当時からの集落は JR 常磐線よりも東側、副商事界隈であり、この位置関係もまた逆転している。単式一面一線ホームの地上駅。 駅舎は集合住宅、流鉄川佐新松戸の1階にある。旅客部分は出札口など駅事務室前の小さなコンコースと改札口、ホームのみ。なお、流れ山線ではどの駅でも改札は行われない。当駅の出札は列車到着直後のみ改札口に係員が立つ仕組みとなっている。新松戸駅からは駅前広場の横断歩道と広場に面する。 ロッテリア裏の路地経由で連絡する。横断歩道は JR 武蔵の線高架下であり、事実上屋根付き通路となっている。路地先の踏切を渡った西側に駅出入り口がある。現在は目立った案内誘導標識が置かれていない。なお、流鉄 JR 間では、当駅接続の連絡運輸は行われていないが、馬橋駅接続の連絡運輸でも当駅発着は、 除外されているため、両社では、明確に近接駅として認識されている。2015年度の1日平均乗車人員は2246人で、ある。近年は、減少傾向にあり、特に2005年から2006年にかけては、つくばエクスプレス開業の影響で大きく落ち込んでいる。当駅以上に、馬橋、流れ山両駅の減少幅が大きかった結果、 流鉄六駅の中では最も利用客数が多い駅となった。近年の1日平均乗車人員は下記の通り。写真は旧大英新松戸店現在はイオンフードスタイル新松戸店流通経済大学大規模振興住宅地新松戸の東端部に位置する。駅周辺は高谷駅前というよりも新松戸駅前として商店やマンション。 雑居ビルが林立する。東駅近傍は沿線で最も変化が著しい。新松戸駅との間には、パオという名称の公衆トイレ、明かりのボックスという名称の赤色鳥居町鉄骨のオブジェがある。なお、新松戸駅は東駅に向かい合う西側一箇所にしか出口がないため、JR 常磐線東側の旧来の高田に集落、市水道部方面へは、 水戸方にある道線をくぐる、地下歩道で連絡する。1980年代頃は高谷に、新松戸スターランド、新松戸に、新松戸アイスアリーなのに大スケートリンクがあり、関東地方東部のアイススケート文化を支え、選手も排出していた。ありがとうございます。